もう次から次にですね、エンジンをブーンと言わしていたので、エンジンの叫びがです。エンジンを呼び寄せたのかどうかはちょっと不明なんですが、まあこれも一通り見て感動品にしてお返ししようかなという企画でございます。最初に一発バーン、バーンと一発いってるんで、多分点火装置はいいのかなと思いますね。でスロットルを開けても、うんともすんとも言わんのんで、まあ、スロットルが開いた分だけ燃料が、供給されていないのかなと思われますね。まあ、キャブレターの中あんだけ引っ張っても、どっちかというと乾いてるような感じなんで、やはり燃料が供給されていないと思いますね。なんとなく分かったような気がしますよ。ここが、
ここが折れてますね、これ。完全にくの字に。なんじゃろ、これ完全にくの字になるぞ、これは今入りましたね、今これで詰まりが解消されたと思うんですけど、なんか燃料タンクの圧力も非常に高いような気がしましたね。
大体なんかこの辺の、この辺の密着不良のような、そういうのが関係しとるんじゃないかといつも思うんですよ。多分これが逆止弁になっとるんじゃないかなと思うんですけど、これなんかここ。このキャブレターのですね、あの穴がどっか詰まっているとかそういうんじゃなしに、これのへたりということが考えられますんで、これのみを変えたらおそらく治るんじゃないかと思いますね。これだけを、
とはこのもう一本、これが燃料タンクのバキュームの関係だと思うんですが、これがどこへ行っとるのか、これがどっかと通じとるような感じもないんで、詰まっているのかもしれないし、まあ これはちょっと興味本位でどこへ繋がってるのか開けてみようかなと思いますね。これがですね、詰まっていると思ったんですが、タンクから外へは空気が行かないけど、外から中へは空気が入るということなんで、この先にチェックバルブがどっかにあって、中の蒸発ガスは外に出ないですが、外から空気は中に入るという仕掛けなので、まあこれはこれで問題ないと思われます。これ分解して先がどうなっているのか見ようと思ったんですが、どうも完全にバラバラにしないと見えないような構造です。
修理は売名行為ですから、無料で行われています。